ゆっくり霊夢です。あばばば。ゆっくり魔理沙だぜ。どうした霊夢、バグか？バグじゃないわよ。今ゴールデンカムイ読んでるの。おお、完結したよな。指摘にラストの。ちょっと、私まだ途中なんだから、ネタバレやめて。どこまで読んだんだ？こんにゃろ、うろしこ、こんにゃろ、してるとこ。うろ。待て、YouTube 的にダメだろ。原作知らない人にも優しくない。原作なんだからしょうがないでしょ。うろしこしてるとこよ。そのシーンなら霊夢がアババしててもしょうがないな。怖すぎるわこんなの。読んでる漫画途中で間違ったのかと思った。霊夢的には一番誰が好きなんだ？うろしこ出させないように話切り替えたわね。キロちゃん推しだったけど。後半になるにつれ、やっぱり杉本ね。みんな魅力的なキャラクターだけどやっぱり杉本かっこいいよな。先生がヒグマといたしてるところで杉本だけはドン引きもせず、すげーって簡単を漏らしてるところがとても良い。そこなのか？不死身なとことか色々あるだろ。いやだって、ネタじゃん不死身とか。普通撃たれたら動けないでしょ。不死身の杉本にはモデルと言われている人物がいるのを知らんのか？モデルがいたの？不死身なの？銃弾を受け、傷だらけになっても立ち上がり戦地で最後まで戦い抜いた。その姿は敵であった米軍からも恐れられたんだぜ。漫画の話？じゃあ今回は、そんな生きる英霊不死身の分隊長。数々の異名を持つ船坂博士について紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。船坂博士の生い立ちと能力。船坂博士は1920年10月に栃木県上津賀郡西方町。現在の栃木市西方町で農家の三男として生まれた。幼い頃は、近所のガキ大将的存在だったようだぜ。おめえはジャイアン。ガキ大将、だったのね。小学校、尋常高等小学校を卒業後、公民学校を卒業。つまり中学までを卒業したことになるぜ。ふむふむ。しかしそれだけでは満足できず早稲田中学講義録にて独学。専門学校入学者検定試験に合格。すなわち高校に通わずして同等以上の学力があることを認められたんだぜ。すごい努力か。ジャイアンも努力して歌手デビューできたわけだし努力は実を結ぶのね。翌年の1939年には満蒙学校専門部に入学し3年間学習を続けた。勉強が大好きだったのね。私は勉強は無理。船坂はただの勉強好き、ではないぜ。何事にも全力投球、不屈な男だったんだ。ふむふむ。船坂は、陸軍に入隊した当時から剣道と銃剣術の有段者だったんだぜ。まさに文武両道日本男児ね。剣道はわかるけど銃剣術って何？先端に剣を装着した銃のことだぜ。銃撃だけでなく敵との接近戦の時にも役立つんだ。そういえば原作でも杉本はいつもそれを持ってたかも。特に銃剣術に秀でていた船坂は軍での訓練中陸軍富山学校出身の准将からも、お前の銃剣術は腰だけでも三段に匹敵する。と言われるほどの腕前だったと言われているんだ。褒められてるんでしょうけどいやなんかよくわかんないわ。また船坂は敵弾頭分隊長でありながら中隊随一の名将銃手でもあった。敵弾頭って何？敵弾頭の敵は投げるという意味で弾を投げる筒型の発射装置だな。当時は、これを45度の角度で地面に立て、手で支えながら発射させていたんだぜ。命中率悪そうじゃない？開発が始まったのは1922年。当時から性能面の欠点や命中率の悪さは陸軍上層部も承知していたからそこから改良を重ねていたんだぜ。改良された結果どのくらいの方針調でどこまで届くのかを把握し、目標までの距離を計算など、熟練の兵士たちはほぼ 100% 命中させられたんだ。勉強得意な船坂なら余裕そう。話はそれるが戦時中日本軍からこれを捕獲した米兵たちはニーモーターと呼んでいたんだぜ。に？膝？そう、直訳すると膝打ち迫撃砲だな。敵弾頭は地面に押し付けることで発射の反動を地面で受け止めるんだが、その受け止める箇所がまるで膝当てのように湾曲していたから、使用方法を勘違いしたんだろう。なるほど。って、勘違いはいいけど本来地面で受け止めていた反動を膝で受けたらどうなっちゃうの？大怪我だぜ。まあそうとは知らず間違えた構えで記念写真を撮っていた米兵もいて、後に本兵器は決して大腿部に当てがって使用してはならないというマニュアルまで作成されたんだぜ。よくわかんない武器使って怪我するのはもう自業自得ね。何もしてないのに壊れたって騒ぐ機械音痴と一緒よ。それは何か違う。話を戻すと、船坂は敵弾頭という発射装置を使う専門の分隊長となったわけだ。ふむふむ。だが、中隊随一の名将銃手でもあった船坂は、入隊以来、射撃については30回の賞状、感情を受けているぜ。30回？伝説的じゃない？射撃気象と銃剣術気象の二つを同時に授けられたのは、後にも先にも船坂だけだと有名だったんだぜ。
戦場に出る前からその才能と努力を遺憾なく発揮してたのね。壮絶な戦い。アンザウル島への動員。船坂が20歳の時に軍に入隊。その屈強さから精鋭部隊である第36師団へ配属され、その中でもさらにエリートだけが集められた第1大隊へ配属されるんだぜ。エリート中のエリートってことね。その直後、満州に渡り父春第219部隊に配属。この部隊は、ソ連軍の侵入を想定し配備されていたんだ。ふむふむ。船坂は第59連隊第1大隊第1中隊敵弾頭分隊に配属。満州で従軍していた船坂だったが、1944年3月1日南方作戦動員令が降り、4月28日アンザウル島に到着。この時は、敵弾頭分隊長として指揮するんだぜ。ふむふむ。アンザウル島ってどの辺？パラオ諸島の南の方だな。北満州から南の戦地に行くことになったんだね。当時の日本は、マリアナ諸島パラオ諸島をめぐる連合軍との戦闘の終盤戦だったぜ。いよいよ船坂にとっての実戦が始まるんだね。実は船坂は南方動員令が降った時、除隊を目前にしていたんだ。なんちゅうタイミングよ。しかし戦況がそれを許すわけもない。当時船坂は23歳で中隊では一番の模範兵と言われていて、部下からの人望も厚い人物だったぜ。アンザウル島での戦いってとても壮絶なものだったって聞いたことがあるわ。ああ、後にこの地について語ったり解説した人たちは、みんな壮絶という言葉を使っただろうな。船坂はこの戦いで多大な戦果を上げることになるんだが、その前にここでアンザウルでの戦いについてまとめておくぜ。船坂が到着した頃はすでに戦闘の終盤だったのよね。戦況はどうだったのかしら。先ほども説明した通り、アンザウル島はペリュー島の南の方にある島だ。通称アンザウルの戦いとも呼ばれるが、第二次世界大戦におけるパラオマリアナ戦役における最後の戦いだった。飛行場の建設を意図していた米軍との上陸戦だぜ。上陸戦はアンザウル島だけ？アンザウル島の死守にこだわる理由はあったの？ペリューやアンザウル島が米国の手に渡ってしまった場合、日本そのものが米国の射撃射程に入ってしまうんだ。そのためペリュー島含め、日本軍はパラオの他の島々も死守しなければならず、圧倒的に人員が不足していた。じゃあ、アンザウル島やペリューの死守は必須だったのね。そう、それだけ重要な場所だからこそ米国は圧倒的な戦力を用意していた。圧倒的？アンザウル島に上陸してきた米兵は、アンザウル攻略のために特殊訓練を施され、山猫部隊とも呼ばれた精鋭たち2万1000人。黒猫山と？さらに戦車や戦艦、空母、航空機など、これでもかという準備をしてきた米国側に対し、ここが最終局面って状況で日本はどれだけの構えを？戦車は？戦艦、空母は？日本兵1200人のみだぜ。は？舐めてない？この圧倒的な戦力差でも日本兵は最後の最後まで米国の基地阻止のため、文字通り必死に戦った。1944年9月11日米軍はアンザウル島侵攻前に、偵察爆撃機による予備爆撃及び戦艦による艦砲射撃を始めた。いよいよ始まってしまうのね。この砲爆撃によってアンザウル島の日本軍の通信施設は破壊。パラオの他の日本軍部隊と連絡が取れない状態に陥ってしまった。初っ端からどうなってんの？最後に玉砕するまで、司令部からの命令を受信できない状態で戦うことになったんだぜ。圧倒的な人数差があって連絡手段もなかったら、戦略も練れないし戦況もわからないじゃない。米軍の砲爆撃が開始されてから6日後の9月17日ついに米軍が、アンザウル島に上陸。あわわ、とうとう来ちゃったわよ。どうするのよ。日本軍の地雷の設置や水際作戦によって米軍に当初、ある程度の被害を被らせることができた。だが、あっけなくもこの日の夕方には内陸へ進出されてしまう。どうにかして、そんな米軍に対して日本軍は夜襲を決行し、9月18日の明け方には米軍を一旦海岸近くまで押し戻すが、夜が明けると艦載機による重爆撃も加えて反撃したため、この戦闘によって午前10時頃には日本軍攻撃部隊は全滅してしまうぜ。やっぱり、日本軍は降伏なんてしなかったのね。降伏できればよかったがな。当時の日本軍に降伏なんてありえない。攻撃部隊が全滅した一方、アンザウル島の日本軍守備隊は島東部の洞窟壕にこもり抵抗を続けていたんだ。守備隊、頑張って生き残ってほしい。しかし当時、アンザウル島から一番近いペリュー島も米軍の侵攻を受けていたため、アンザウル島の日本軍守備隊は他の島から援軍や補給を得ることができず、ついに10月19日、最後の切り込みを行い玉砕。アンザウル島での戦いが終わり、こうしてアンザウル島は米軍に占拠され、この地での戦闘は終結したぜ。圧倒的な戦力差を前にしても、当時の日本軍はひるむことなく立ち向かっていったのね。愛国精神なのか、本当に信じられない。
そう、米軍2万1000に対し日本軍1200という、およそ17倍もの差だったが、日本軍の戦死者は1191人、捕虜59人。米軍側は戦死者260人、捕虜2294人。日本側の被害が甚大すぎるわ。その後アメリカ軍はこの地に飛行場を築き、後のフィリピン侵攻の支援に利用するんだぜ。世界を代表するチート軍人。不死身の船坂。結果的に日本軍は大敗を喫したわけだが、この戦いで船坂は多大な戦果を上げる。いやもういい、生きててくれただけでいい。船坂は、敵弾頭や急砲、銃剣、使えるものは全て使って生き残り、島の形が変わるほどの激しい戦いの中、米兵を200人以上殺傷したと言われているんだぜ。一人で?米軍上陸後、水際作戦で多少米軍を抑えられたが米軍は膨大な戦力で奇襲をかけてきた。奇襲に船坂はすぐに敵弾頭で応戦。最前線で戦い、米軍数十人を吹き飛ばすもすぐに大量の戦車が襲いかかってきた。いくら敵弾頭の腕が良くとも、戦車には勝てないわよ。その破壊力は凄まじく洞窟陣地まで後退し、ゲリラ戦でアメリカ軍に対抗するが、最初に敵の資金弾が炸裂し、左足の太ももがえぐれてしまう。ああ、船坂。もうやめて。それでも戦いをやめず、今度は迫撃の破片が左腕数箇所に穴を開けてしまうも、米軍の銃火の中に数時間放置されてしまう。おい何やってんだ救護班。ようやくやってきた軍医は傷口を一目見るも、手の施しようがないとして船坂に手榴弾を手渡して立ち去っていった。治療は?なんで放置?自決を促したんだ。軍医がサジを投げるような大怪我だったという理由だけじゃない。米軍の砲撃により日本軍の医療施設が破壊され、満足に治療できるだけの設備も器具もすでになかったんだ。軍医なりの最後の優しさってこと?こんなのってないわ、ひどい。しかし船坂は諦めなかった。怪我をした足を包帯代わりの日照機で縛り、止血した船坂は、夜通し這い進め、洞窟にあった日本軍の陣地に帰還したんだぜ。諦めない精神力。待ち続けた医者も助けてくれない敵だらけの中から生きて帰ろうなんて思えない。っていうか、よく生きてたわね。さらに翌日には怪我をした左足を引きずりながらも歩けるまでに回復。その後も瀕死クラスの傷を何度も負うことになるが、動くことすらままならないと思われるような傷でも、なぜか不思議と翌日には回復していたんだぜ。本物の不死身じゃない。これについて船坂は生まれつき傷が治りやすい体質であったことに助けられたようだと言っていたぜ。マジモンの不死身よこれは。体質云々って話じゃないわよ。後に船坂が執筆した辞書によれば、絶望的な戦況にあってなお拳銃の3連射で3人の米兵を倒したり、米兵から露獲した短機関銃で3人を一度に倒し、左足と両腕を負傷した状態で、銃剣で1人刺殺し、短機関銃を手にしていたもう1人に投げて、学部に突き刺して殺すなど鬼神のごとく奮戦を続けていた。実際、その姿を見た部隊員たちから、不死身の分隊長、鬼の分隊長と形容する声が聞かれるほどであった。あ、自称なのね。いやもうトム・クルーズも真っ青よ。しかし船坂の奮戦も虚しく、食料も水もない戦場での戦いは日本兵を徐々に追い詰めていく。洞窟壕の中は自決のための手榴弾を求める重傷者のうめき声や、水を求めながら死んでいく兵士たちで溢れていた。船坂自身も腹部猛貫重傷の重傷を負い、もはや這うことしかできなくなっていたんだぜ。本当に、船坂たちにこんなことを強いている人たちは何をしてたの?許せないわ。満足な治療も受けられず、傷口からウジ虫も湧いていた。この時の船坂は、極度の栄養失調や失血でもはや両目も満足に見えなくなっていたらしい。生きて船坂、頑張って。死と隣り合わせの状況にウジに食われて死ぬぐらいならと、自決を覚悟し遺書を書いた。若年で死ぬのは、親孝行できず残念です。靖国に行ってご両親の大恩に報います。国家危急存亡の時に、後天高度に敵を近づけまいと奮戦したのですが、すでに満身創痍となりました。天命を待たず、敵を目前にして戦死するのは悔しいけれど、すでに数百の敵を倒したので、七度生まれ変わって、国難を救わんと念願し、自分は満足しています。今、商用として自決します。思い残すことはありません。陸軍軍曹船坂弘。こんな時でも、国のため両親のために死ぬの?船坂。あの時渡された自決用の手榴弾に手をかける。しかし、何の因果か、手榴弾は不発。船坂は死ぬことができなかったんだぜ。ええ、船坂には生きてほしいけど、これほどの絶望もないわ。船坂はこの自殺未遂という現実に、なぜ死ねないのか、まだ死なせてもらえないのかと深い絶望感を味わったという。そうだよね、もう今まで頑張り抜いたもんね。仲間たちも次々と倒れ部隊も壊滅するに及び、
船坂は死ねぬならせめて敵将に一矢報いようと、米軍司令部への単身切り込み自爆を決意するぜ。また立ち上がるだけの気力が残っているなんて。手榴弾6発を体にくくりつけ、もはや立ち上がることなんてできない。飲まず食わずでその体を引きずりながら這い進み、岩礁で傷を負いながら前哨基地を抜け、ついに4日目、司令部から20メートルの位置にたどり着いた。もう体力とか気力とかじゃない。ただの執念でしか動いてないのね。すでに意識は朦朧で両目はほとんど見えなくなっていた。この時までに船坂の傷は戦闘初日から数えて大小24箇所に及んでいたんだぜ。どんな戦い方してたんだろう。ここまで来たら、逆に何したら死ぬの？船坂は米軍指揮官らが指揮所テントに集合するときに突入すると決めていた。こんな満身創痍な状態でも、理性的だね。中枢を一気に叩くつもりだったんだ。当時この米軍指揮所周辺にはいくつかの部隊が集まり、総勢1万人が駐屯していた。船坂はこれらの部隊の指揮官が指揮所テントに集まる時を狙って待ち構えたんだ。成功したらたった一人で敵の指揮系統に大打撃を与えられるね。ダメだ、緊張してきた。船坂の決死の作戦は成功したの？船坂はジープが続々と司令部に乗りつけるのを見て、右手に手榴弾の安全線を抜いて握りしめ、左手に拳銃を持って立ち上がった。突然茂みから姿を現した異様な姿の日本兵に、発見した米兵もしばらく呆然として声を失ってしまう。想像しただけでも苦しい。米軍側だって驚いたどころの話じゃないわよね。ホラーよ。この米軍の動揺を見て船坂は司令部めがけて突進。もう走り出すことはできずその速度は歩くより遅かったらしい。ああ。そして手榴弾の信管を叩こうとしたその瞬間よりも、敵の動きの方が早かった。米兵の放った銃弾が、左頸部を命中。船坂は手榴弾を握りしめたまま、その場に崩れ落ちた。ああ。撃たれた船坂は昏倒し、その場にいた誰もが皆死んだと思っただろう。船坂の元に駆けつけた米軍軍医は、無駄だと思いながらも船坂を治療のため野戦病院に運んだ。優しい。昔見たさんまさんのドラマ。なんだっけ、沖縄が舞台のやつ。サトウキビ畑のやつな。そう。作中で、さんまさんたちの部隊が負傷した米兵を発見するシーンがあって、捕虜として連れて行こうとさんまさんは主張するんだけど、隊長が拒否。しかもさんまさんに銃を渡して撃てと命令してたの。重要なシーンだったな。言葉は通じなくても、米兵もさんまさんたちに、危害を与えようとはしていなかったし、むしろ助けてほしい様子だったわ。あのドラマを見たのは覚えていないぐらい前だし、一度しか見ていないけど、憎しみ合っているわけでもないのになんでこんなことさせられるんだろうって、すごく心に残ったわ。その場面や、その人の考え方にもよっただろう。今回、あの危機迫る船坂を見た米兵は誰もそんなことは考えなかっただろうな。当時の日本人は、米軍に捕まると非人道的な扱いを受けると思っていたようだが実はそんなことはない。仮に捕虜であっても殺すようなことはしなかったんだぜ。船坂を助けてくれてありがとう。この時、船坂に駆け寄った軍医は、手榴弾と拳銃を握りしめたままの指を一本一本解きほぐしながら、これが腹切りだ。日本の侍だけができる勇敢な死に方だと。その場で見てた米兵たちに向かって語ったそうだ。フランスのアニメ映画でも腹切りが出てきて驚いたわ。世界で認知されてるのね。何映画なんだそれは。スーサイドショップっていうコメディ。絵柄もストーリーも好き。タイトルが不穏じゃないか。題材も世界観も不穏だけど、常に陽気な雰囲気だしちゃんとコメディよ。死は人生に一度。好きなように死にたいですよね。ってセリフがあるけど、不死身の船坂の生き方と被るものがあるわね。死ぬ前にやってやろう。としたが失敗に終わったわけで軍医に助けられ、その後は捕虜となってしまう。船坂は3日後、米軍野戦病院で蘇生したが、当初、船坂は錠をかけられたと勘違いし周囲の医療器具を叩き壊した。いくら治療を受けたとはいえ、あんな状態から3日しか経ってないのよね。本当に人間。急いで駆けつけた憲兵の銃口に自分の体を押し付け、撃て、殺せ、早く殺すんだ。と暴れ回った。この奇妙な日本兵の話はアンガウルの米兵の間で瞬く間に話題となり、船坂の無謀な計画に恐れをなしながらも、大半はその勇気を称え、勇敢なる兵士の名を送ったんだぜ。生き残った英雄、捕虜生活、そして帰国。捕虜として捕らえられた船坂は、ペリュー島の捕虜収容所に身柄を移される。この時すでに、勇敢な兵士として船坂の伝説はペリュー島まで伝わっており、米軍側は特に、軍装服だの言動には気をつけろ、と要注意人物としてその名を挙げられていた。軍装服だ？所属がわからぬように、偽名を使っていたんだぜ。尋問でも嘘の情報を流すなど、キレッキレの頭脳も健在だったんだな。さすがとしか言いようがない。
捕虜となっても船坂の投資は衰えず、ペリュー島に身柄を移されて2日目には行動に出るんだぜ。いやだから、行動力すごすぎ。当時はまだ、瀕死の重傷と思われていたことで監視が甘かった隙をつき、収容所から抜け出すことに成功するんだ。スパイ映画の話してる？収容所から脱出し、1km を潜んでいって日本兵の遺体にたどり着き、弾丸入れから抜き取った小銃弾の火薬により米軍弾薬庫の爆破に成功。不死身の船坂を甘く見たわね。船坂は二度にわたり飛行場を炎上させることを計画するが、そんな船坂の終わらない戦いを止めたのは、ペリュー島の収容所に勤務していた通訳の FV クレンショー5丁だ。通訳ということは日本語が話せたのね。そうだぜ、このクレンショー5丁のことを後に船坂は命の恩人と言っている。命の恩人？船坂は何度も脱走を企て、飛行場の爆破を企て、クレンショーは何度もそれを阻止してきたんだ。クレンショーも頭キレッキレだったのね。もしかしたら、当時の船坂も死に場所を探していたんじゃないかと思うぜ。それだけ無謀な作戦を何度も繰り返し、発見されれば殺せと叫ぶ船坂にクレンショーは、生きる希望を捨てるな。あなたが死ねば誰が日本を再建するんだ。と懸命に問いた。最初こそ反抗的な態度だった船坂も、真摯に向き合ってくるクレンショーにだんだんと心を開いていったんだぜ。自決に失敗した時のように、今はまだ死ぬ時じゃないのよ船坂。戦後、帰国した船坂は彼を探すために110通もの手紙を出した。見つかるまで送り続けてたんでしょうね。そして戦後20年が過ぎた頃、船坂はようやくクレンショーと再会できたんだ。戦争は何も生まないと思っていたけど、こんな素敵な出会いもあったのね。素晴らしい友情だわ。再会後、船坂はクレンショーに日本刀を送った。一文字幸宏と刻まれたこの刀にこもった大和魂は、確かにクレンショーに受け継がれただろう。言葉も通じない中、何度でも向き合ってくれたクレンショーは、船坂にとって、どれほど大きな存在だったか想像もできないわ。クレンショーに諭され、脱走を諦めた船坂は、グアム、ハワイ、サンフランシスコ、テキサスと、終戦まで収容所を転々とし1946年に帰国するぜ。ついに帰国。家族の人たちも首を長くして待ってるはず。それが、家族には、船坂は戦死したとのご情報が流されていたんだ。誰だそんな余計な嘘ついたやつ。アンガウル島守備隊が玉砕した際、船坂の実家には戦死後報が舞い込んでいたんだ。そのため船坂が1946年に帰国するまでの1年3ヶ月もの間、戸籍上は死亡していたことになっていたんだぜ。捕虜になっていた情報も伝わっていなかったのね。生家にたどり着き、先祖に生還の報告をしようと仏壇に向かうと、真新しい自分の位牌があって驚いたと辞書に記している。なかなか体験できないわね。その位牌はどうしたんだろう。戦後を生きた英雄。船坂は辞書の後書きに、アンガウル島に鎮魂の慰霊碑を建立することが自らの生涯をかけた使命だと記している。船坂の中でまだ戦争は終わってないのかもしれないわね。自らの経験を本にして出版し、読者からの義援金も合わせてアンガウル、ペリュー、グアム島、日本の激戦地に慰霊碑を建設。慰霊碑には尊い平和の礎のため勇敢に戦った守備隊将兵の冥福を祈り、永久にその功績を伝承し感謝と敬業の誠をここに捧げます、と刻み込まれているそうだ。船坂の思いが伝わってくるわ。こんな本を書いて金儲けしやがってという周りからの意見もあったんだぜ。いるわよね、そういう余計なことを言う人。だがそんなひがみやっかみを一蹴し、日本政府が遺骨収集に着手する前から、自費で海外派遣を実施したんだぜ。慰霊碑を建立後、今までの著作や後に執筆した印税も全額国際赤十字社に寄付。アンガウル島での収骨慰霊も毎年欠かさず、パラオ諸島原住民に対する援助や、現地と日本間の交流開発に尽力したんだ。どこが金儲けだっていうのよ。島で眠っていた人たちも帰国して家族に会えたことを喜んでいるわね。これを見た人たちは船坂を生きている英霊と呼び、その業績を称えた。そして船坂は2006年2月11日、腎不全のため85歳で死去されたぜ。生きている英霊はここからだったのね。20歳で軍に入隊してからずっと休む暇なんてなかったでしょう。今度こそ、しばらくゆっくり趣味にでも没頭してほしいわね。ということで今回はここまでだぜ。今回も、最後までご視聴いただきありがとうございました。私思ったんだけど、多分船坂は人間じゃないわ。なんかターミネーター的なあれだったに違いないわ。もっと紹介したいエピソードがあったんだが、エピソード豊富すぎて困りものだったぜ。船坂の書いた本も読んでみたい。ぜひ、彼の辞書を読んでみてほしいんだぜ。もう戦時中のことを知る人の方が少なくなってしまった現代。ありきたりだが二度と繰り返さないために、知識として知っておいてもいいと思うんだぜ。
知れば知るほど、真面目なところとか不死身なところがゴールデンカムイの杉本に似てる気がしたわ。ゴールデンカムイのおすすめシーンをコメント欄によろしくね。霊夢も早く全部読み終わって、語り合いたいぜ。うろしこから抜け出したらね。あの数コマにどこまで引きずられてるんだ霊夢。効果音が、頭から、離れないのよ。あのシーンはアニメ化されるのかしら。私の予想では、上半身だけ映して絶対に下半身は映さないで突き通すに一票。それで面白みが半減じゃない。そんなに見たいのか霊夢。